おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もウォールボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ちょっとですね、お知らせがあります。今週のね、ギブアウェイ結局ありませんでした。運営側がプレゼントの、準備をしてくれなかったので、皆さんにお届けすることができません。そのあたりね、ちょっとご了解いただければと思います。決してバディオが、自前の、身内にね、配ったりしてるわけではございませんので、ご理解いただければと思いますね。ということで、今週ありませんでしたけれど、今日はね、クリエイタープログラムに新しいアップデ 9.6 の要素が、配布されました。で、それをちょっとね、使って、まあ、パラパラっと見ていこうかなっていう感じで2000円用意しています。個々の能力については、まだ全然深掘りしてないので、あんまりちょっと触れるのやめますね。多分これが強いんだろうなとかさ、こういう戦い方が必要なんだろうなっていうのはもう私の中にちょっとビジョンとしてあるんですけれど、それがね本当に正しい回なのかっていう検証すらできてないので、あんまり紹介してもさ、間違ってたらかっこ悪いからさ、ちょっとあんまり語るのは今日やめようかな。おいおいね、自分の中で腑に落ちるような、回のそのセットアップの回が得られたら、私自身はこう考えてますっていうのは紹介していきますけれど、今日はちょっとそのあたりはねなしっていう感じで、考えています。で、今回ね、クリエイタープログラムに参加している人たちに配られた要素なんですけれど、まずは新しい新機体クレイ、この子ね、キュレイなのかクレイなのかね、この子 と、この頭につけるためのサビの重武器2本 と、この子用の電波、専用電波、ゾーイですね、この子が、配布されました。まずねっていうのがまず一つ目で、今日は映像の中でこれ使ってません。使ってる映像もあるんだけど、まずそれはおいおいね、一言言うなら強いっすよ、まあいいや、とりあえず今日はいいや。で、次はタイタンですね。タイタンはエイフィルかな、エフィールなのかエイフィルかちょっとわかんないですけど、この子が1体と、あとアルファ武器のタイタン誘導武器のアルファが3本、ベータが2本、配布されました。で、この子の電波ジミーヘルメス、この子が1体、展開されているという感じですね。で、今ねこの子が、セカンドデッキにいて、アルファベータベータ2つないじゃないですか。これは今ねルークに乗せ替えてちょっと試してたんで今乗ってないんですけれど、今日はねこのタイタン、この子のタイタンで、どう戦ったのっていうのをね、動画の1本目で見ていきたいと思ってます。この他にねまだね、配布された要素があります。一つは、今回実装されたアルティメットフェンリル用の、電波ですね。この子リーゼルとこのロボットちゃんね、この子が展開されました。で、フェンリルってバーナネット一択だったんですね、ずっと。で、この子が実装されてみんな興味あると思うんだよ、バーナネットより強いのか強くねえのかと。で、このリーゼルっていうのは、フェンリルの防御システムが強化されてね、ここに書いてある通りですけど、 DP を貫通する攻撃を無効化しますって言ってるの。 DP 貫通攻撃、例えばクライシスリーパーの攻撃、あれ DP 貫通するじゃない、ああいうやつ無効化します。だからクライシスリーパーから攻撃できても痛くも痒くもないですしっかりと通常 の貫通するってことは、フェンリルってさ通常でさ DP100 持ってるじゃない、攻撃モードになると。でアサルトモードになると100持ってるので、基本的に 50% ダメージカットなんですよ。で 50% ダメージカットなんだけれど、クライシスリーパーが強いのはそういう DP 持ちに対して 100% のその攻撃が当たりますっていうか効果が発動しますっていうところが強いのね、DP 貫通っていうのは。で、同じような効果がタイタンの武器のアルファが 100%、 ベータは 75% 貫通ですけれど、やっぱり同じように DP 貫通なんですが、だからタイタンの武器だったりクライシスリーパーのような武器のに対して結構強いです。本当に強い、普通の攻撃ぐらいしかないからね。で、タイタンの武器ってさ、あれ強い、みんな強いと思ってるけれど、でもダメージそのものは大したことないんだよ。タイタンの武器って見て3000とか通常の武器とあまり変わんないの。 DP を貫通するので強いの、タイタン武器って。で、それを無効化するからね、この子割と強いですよ。で、タイタン戦で戦うとめちゃめちゃ強い、タイタンにも普通に戦えるから
っていうようなところなんですけど、ちょっと細かいことは、あれします。今日は割愛しますね。言いたいこと山ほどある。それでね、さっき話したけれど、あれです。ちょっとごめん。今、横のノートパソコンが下落ちちゃった。この、フェンリルの電波と、さっき言ったように、さっき言ってね、新しいドローン、パスカル。この子が、展開されました。展開というか1個だけね配布されましたね。パスカルは、体力がね70、50、30って減っていくたんびに、DP をくれたり、これは、違うな、これは修復ですね。でこっちは、減った時に、一時的に防御ポイントが100に上がりますっていう状態ね。で、キルを重ねると最大 7%、35% 上がるんだよね。このキルもしくはアシストをすると攻撃力がブーストしていきます。これ5回まで蓄積がかなり可能です。結構長い間ずっとね、ダメージ増えた状態になってますっていうような、状態で、今日は2戦目はねこの子使ってますね。この子を使った戦い、見ての通り、両脇はねダンパーですね。頭にアルティメットアベンジャーのマーク3を積んでます。で、ちょっと この子だけちょっと説明しとこうか。アルティメットアベンジャーって通常のアベンジャーの、火力に対して 1.5 倍ぐらいの火力あります。通常のアベンジャーって720-730ぐらいなんで、ダメージが今1120だと、まあ、1.5 倍ぐらいだね。それぐらいの、火力が出てます。射程変わらず、リロードはね2秒短い、通常のアベンジャー10秒なのでちょっと短いですね。で大きな違いはこれです。防御システムを貫通します。なので、DP 持ちにはすげえ刺さる。 100% の威力で入るから。ターセウス団子、すげえ柔らかいっす。豆腐のように柔らかい。リーパークライシスで打ち抜けるでしょ。あれぐらいの勢いで簡単に溶けるからやばいよ。あとねタイタン、例えばルチャとかさ、盾を持ってないタイタンめちゃめちゃ柔らかい。すんげえ入りますこの子。リフレクター貼るとさすがに返ってきちゃうんだけど、リフレクター貼ってなかったら本当に豆腐のように柔らかいからねっていう感じですね。っていうような、効果を持っているので、アルティメットアベンジャーって、アルティメットパニッシャー両脇に積んだらさ、タイタンとも普通に戦えると思うね。ちょっとまだ持ってないのであれしてませんけど、今日はね2戦目はこの子使ってます。で、まあ、そのあたりもね、セットアップの細かいのはちょっと今日は割愛してますんで、まあこれぐらいの強さは出ますせっていうのはちょっと見ていただければと思いますね。ただし DP 貫通の無効化することは無効化するんですけれど、サビとか毒はねしっかり入りますんで、もちろんサプレッションとかさ、ああいうさデバフもしっかり入るので、めちゃめちゃ強いかったらそうでもないですよ。そこそこです。そこそこ、ただね使ってる感じとしては悪くないなっていう印象がありますね、っていうと、感じになってますね。ちょっと前置き長くなりましたんで、もう早速2戦見ていきたいと思います。それではいきますね。よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップは春場所を引きました。まあ初手はまあここはおちょこちで出て、ああ振り地側か、久しぶりだな。なんか最近ね有利地側かでしかねなんか湧かなくてさ、振り地側来るのは本当久しぶりだね。テクテクと歩いてビーコンを取っていくぞ。味方はそんな感じね。アップで9.6 のね新要素配られましたんで、ちょっと積極的に使っていきたいですね。さあ、タイハチがいるのか、下手に舞い上がるとやられるからな、タイハチだな。まあちょっとこれはやばいぞ。みんなここで弱ってたらこのまま終わっちゃいそうな感じさ。しょうがねえな。ツインターボ君もいるのね。なるほど。よし、2人で挟んでいくぞ。なんか全然 M が最近なんか M ガバガバなんだよな。ちょっとマウスの感度、マウスの感度をさ直さないといけないよね。あ、なんかこっち側がやられるのか。サビ武器じゃなくて助かったね。あれサビ武器だったら俺も今頃溶けていなくなってたの。助かった。
ちょっとうっかりしてたよ。中央の意識はちょっと飛んでたからね。よし、そして一気に削り込みたいけど、いまいち感は。よし、君は後ろからアビリティで飛ばしていく。なかなかあれだね。どこか、E と A、B か。対岸側は全然抑えれてねえな。やべえな、俺は。対岸側を抑えて、対岸後ろに来たね。後ろに来たね。ツインタブルか。ああ、ちょっとなんか、使うタイミング間違えたな。あ、君も消えるタイプ。最近多いんだよね。おちょこちょこやって。消えてさ。もうみんな使い方分かっててさ、アビリティが切れたら柔らかいって分かってるので、その柔らかさをね、これで5秒間我慢するっていうのが今の流行りなんだよね。で、まあね、あれですよ、パラディーン使ってるんだったらね、俺十分ありだと思うんだよね。だけど私みたいにさ、ミュート使ってる人って消えてる間攻撃できないでしょ。それね、あんまり得策がないと思ってるので、パラディーンだったら OK だと思いますけど、そうじゃなかったらあんまり良くねえかなって気はするけどね。だから、なかなかね、私もちょっとね、もう一つのおちょこちょはね、あれなんですよ、シールドブレーカー入れ、フェーズシフト入れてるんですけど、なんかね、ミュートとの相性良くないねっていうのがちょっとあって、今みたいなちょっとコメントさせてもらいましたけどね。さ、とりあえずさ、この3-2の状態を、まあちょっとリスチでね、3-2を維持もクソもねえんだけどさ本気出されると一気にやられちゃうからね、ここね。ここでこうやってちょっと一回出しながら。なかなか難しいな。これさ、新しいアップで 9.6 のさ、要素出したくてもさ、こんなイモリ合戦になっちゃったら、ちょっと出しようがねえぞ、これ。C が取れてると、割とね、使い勝手がいいんだけれど、C 取れてないと、この位置からだとさ、リスから分かれたらちょっと一気にやられちゃうので、かといってね、自分のリスに戻っちゃうと届かないんだよね、今度は。だからさ、ちょっと使い勝手が悪くて、今ちょっと動けないな。まあ、対岸渡らないといけないんだけど、なかなかきついっすよ。ああ、なんか犯されちゃった。後ろのさ、ツインターボ君が、ニュートンなんで、あれをなんとかしないといけないのが分かった。今、浮かせてくれて初めて分かった。その位置関係が見えたからね。よし、そして、横っちょ向いてる間に俺がここに入っていく。ああ、ちょっとね、反対側からなんか、目つぶしが出てきた。そこはタイタンスレイヤーで、そこに母眼を落として、いく。なかなかちょっときついな。 A と C っていうのはさ、最悪のこうどこ押さえて、あ、ちょっとなんかまた A のガバガバなんだ。どこ押さえていいかが分かんない。いや、ちょっとやばいね、これ。あ、ちょっと白になっちゃうとやばいな。ちょっと白になっちゃったな。これね、分かって使ってるんだと思うんだけどさ、浮かせるとさ、B 子踏めないでしょ。そして自分が入って白にしたらさ、仲間呼べないのでリス分けできないからさ、これはね、すごくこう、使い方としてはかなり優秀ですよ。みんな覚えておいた方がいいね。いや、私はね、ちょっとニュートンあんまり使わないんで、こういう使い方って、まあ、こう直感瞬間的にできないんだけれど、ニュートン使ってる人たちってさ、みんなこういう使い方するんだよね。うまいんだよね、やっぱり。あー、ちょっとここでって感じでやられちゃうからさ、どうしようかな。どうしようかな、ここは。やっぱりちょっとまだ出せないよね。まずはここ押さえてだな。いや、ニュートン使い慣れてる人たちってさ、もう長いことニュートン使ってるので、どういうアビリティをどう使うのがいいかってみんなもう分かってんだと思うんだよね。私はさ、もうニュートンあまり使ってないので、そのあたりは全然まだ全然まだっていうか全然できてないんだけど、あれ、なんかやりたい、あの子やりたい。あー、なんであの野郎 C カー持ってやがった、くそ。くそったね、あの野郎。Cカー持ってやがったな、ね。うぜえ。ダゴンのCカーが超うぜえ。くそ。なんだよ、お前もう。
とりあえずこれで一気に走りに行って、まあ、ここで逃げずにさ色変えるとナイスだけれど、まあさすがに逃げちゃうのかな。でフェーズシフトの間に色変えてさ、自分が硬い機体持ってたら硬いやつにさ乗り換えるとかさ、出てさ超かっこいいんだけれど、さすがにおちょこちに戦えるだけの硬い機体持ってなかったか。あのダゴンちょっとやらないとな。ああここなんか通れねえのか。あのさもうほんとさもう通れねえとかさ、もうやめてほしいんだよな俺ほんとよ。あナイスだね、そのフィリューが取れます。ああ後ろ取られたか、そりゃそうだろうね。よし C に入っていくぞ。さすがにもう C は一人ではちょっと耐えられないから、で、ところで、よし、ここの C の色が変われば、まあ、あとはなんとかなるね。C が取れれば、いよいよタイタン出せますので、ちょっとタイタン出しますよ。もうタイタン出しちゃうね。さ、アップで 9.6 で実装した、エフィルかな。この誘導武器で、ちょっと攻撃していきますよ。隠れても無駄だぞ、当たると。まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じでったら、ね、こんな敵、柔らかい敵だからね、まあ、こんな感じで、いきますよ。ちょっとあれしちゃったな。そしてアシストをいただいていく。あなた足元に入られている。無視だよそんな。あーここの位置だと当たらねえのか、もうしょうがねえな。行くか、浮いてもまだ何メートル以内が曲がるとかさよく分かってないんだよ。あ消えた。じゃあそこに母艦落としてボケなくしていく。ちょっとあれだね、あの敵味方の実力差あったね、うん、敵はちょっと隠したたったかもしれません。ジジです。さあリザルト見ていきましょう。新しいちょっとタイタン出しましたけど、強いか弱いかまだ全然分かんないね。そんなに活躍できてねえか。でもね、あの何戦か戦ってますけど柔らかいのこの子。1位でした。7キル6ビコという感じで、ちょっと、新要素を使ってみましたっていうような、映像なんで、軽く流してみてください。それではね、次の一戦見ていきたいと思います。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビコンラッシュだ。ああマップは、キャリアを引きました。ちょっとね新しい要素をちょっと試したいので、フェンリルで出てきますね。もういきなりちょっと足遅いんですけれど、まあまあまあいいでしょう。フェンリルそのものはね、ノーマル機体です。マーク3ですけど、限定版のやつでもなくてノーマル機体ですね。ただちょっと待って、君との戦いをちょっと望んでいた。まあちょっともうかなり減ってるけどね。キルをいただいていって、新しい電波のね名前忘れちゃった、ジミーなんとかだっけ、なんか忘れちゃった。その新しい子を乗せていますね。ちょっと見てね、これすげえ柔らかいから。そしてこんな感じで溶けていくぞ。ゲミびっくりしただろ、なんでこんな柔らかいかって。それはそうだよ、アベンジャー積んでるので。アベンジャーってね DP 無視なんですね。これ DP 貫通するので、アルティメットアベンジャーはね、あすげえ刺さりますよ。団子にはリーパークライシスと同じような効果があります。DP を無視しますっていうあれだよね。で、タイタンにも刺さるんだよ、ね、多分。まあ、だからタイタン戦までちょっとね長生きさせたいっていうのがちょっと意図としてありますけど、どんな感じですかね。両脇にダンパーを積んでます。ちょっとなんで目の前、あ消えてんのか。影がとすぐ飛ばないな。もう随分減ったな、おい。だからサブはやっぱりね、サビはしっかり入るんだね。もうしょうがないっちゃしょうがないけどさ。よし、そしてアンプはあれかな、ニュークリーチのリペアダブルで出てきてるのかな。ちょっと忘れちゃった。あでももう50万まで回復したんだけど、まあなんとかいい感じになりました。ああ
あれはあれか、団子か。団子はもう全然余裕っすよ。あ、来たね団子。また君も格好の餌食ですよ。アベンジャーで君をキルしていきたい。あれ、なんで俺のキルにならねえよ。あ、君アビリで切れたか。このおちょこちすげえ柔らかかった。いやもうね、あれですよ、アベンジャー積んでる段階でフェンリル相手にも相当柔らかい。よしよし、このまま突っ込んでる。そしてよし、 OKOK、 トリプルキルいただいていくか。いや、タイタンはもうめちゃめちゃ刺さるから。よし、タイタン戦、君降りてこねえかな。降りてきたらちょっとタイマンで勝負しようぜ。よし、降りてきたね、いい感じだね。これ見て、これすげえ柔らかいっしょ。これ なんでこんなにダメージ入るよって。これがね、アルティメットアベンジャーの威力です。あ、いいね、ゴッドライクいただいていく。あ、ちょっとね、大きいの攻撃はやめて、一方的にやられちゃうから。あれ、サプレッション入らねえな、これ。今なんでサプレッション入らねえよ。あれ今サプレッション入らなかったね。あいつ ムロメッツのさ、ムロ あのサプレッション今受けたと思うんだけど、入らなかったね。あれ、これはさ、防御システムはこれサプレッション。いや、そんなことねえよ。サプレッション、まあいいや、ちょっとまだまだ確認しないとダメだね。よく分かってDP を DP 貫通攻撃無視するのは分かってるんだけど、サプレッション、あ、入ってるじゃん。ロックダウンはかかるの。サプレッションはかからない。でもサビはしっかり入るんだよね。何が入って何が入らねえのか。ロックはしっかり入るよ。ドットダメージはさ、もともと DP 貫通だからね。あ、でも DP 貫通だからドットダメージも入らないのかな、これ。まあいいや、なんかそんなに、すげえ長生きしてる。でも上に乗った瞬間におちょこちに飛ばされそうだから、上ちょっと上がれないんだよ。見て、これすげえ柔らかいっしょ、これ。ダブルキルいただいていく。イージスっていうか、シールドブレーカーを持つドローンが出てきたら超やばいな、これ。いや、そろそろパスカルが発動してみよさそうな感じだ。発動しないんで、もう発動しちゃったのかな、どっかで。タイタン来ないかな。もうこの体力だと13万しかねえからな。タイタン持たねえな。タイタン来てくると、タイタン強いのか弱いのかがよくわかるからさ。あー、なんか飛んできたぞ。よし、これはタイタン、これはルチャドールだね、これは。あー、やっぱサプレッション入るね。さっきは対戦が出たんだけど、ね、見てこれ柔らかいでしょ、これ。もう今アンステかかましながらさ、がっつり攻撃しながらタイタンスレイヤーいただいていく。こいつやっぱ強いよ。アベンジャーが強いんだな、これ。あと、あのダメ、あの DP 貫通の攻撃をさ、しっかりさ、あの無効化してるから、今だから通常の攻撃になっちゃうんだよね、タイタン攻撃が。やっぱね、この子強いな。バーナネットよりも強いかもしんねえ、これは。使ってる感じとしてはなんとなく、だってフリューガートナンスのさ、今の攻撃家ってさ、フルヒットしてもこんな感じだから。あ、縦はダメだよ。あ、これね、新しい武器乗せてますね。よいしょ。まあこんな近く乗らなくても別にいいんだけどさ、結構ね、離れるとばらけるんで、ちょっと近く寄りましたね。いや、これでね、ニュートンちょっとやりやすくなりましたね。この武器でもう近くに寄れなくても、少なくとも 600m まで寄れればなんとかなるからね、当たるからね。よいしょ。そして君の攻撃をやっていきたいけど、盾はなかなか剥がれないんだよな。今超防御振りにしてるので、なかなかさ、でも君の攻撃は耐えれると思うな。フルガトナンスの攻撃は耐えれる。逆に俺の攻撃も敵に刺さっていかない。
不毛な戦いになっていく。あ、ちょっと待って、なんかビーコンやべえな、俺敵2位しかいねえんだけど、みんな攻撃に集中しすぎてるぞ。これはちょっと、まあいいか。あ、これもう不毛な戦いだねこれ。あ、こっち行ってくれたか。まあ、いや全然盾がはげねえ。通常機体はね柔らかいから大丈夫です。君はやれよ。ダブルキルいただいていく。ちょっと俺もビーコン走るか。よし、向こう側のビーコン行きます。よいしょ、ドスンとここのビーコンを取っていく。でも引っ張る。よいしょ。音響だとさ、ここで湧くかな。あ、湧いたね。湧いてもさ、この距離でもしっかり当たるんで、結構使いやすいのは使いやすいですね。よし、そして隠れても一応ラススタまでは持っていけた。あ、もう終わりそうだね。 GG です。今日あの2戦目の これはさ、あのフェンリルの映像見てもらいたかったんですけど、まあこの誘導武器もまあちょこちょこっとこう活躍してましたんで、この辺りの雰囲気って見ていただければと思いますね。13キロ6ビーコン、まあまあ活躍しました。790万2アシストですね。ということで、ちょっとね、まだ全部紹介しきれてないですけれど、いろいろと使ってみて、それぞれの特徴が分かったらですね、またそれぞれの専用の動画をちょっと上げながらちょっと解説していきたいと思いますんで、まあお楽しみにしててください。ということで2戦見ていきました。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。